こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はお金が増えていく人の考え方の3つ目ということで、因果応報をよく知っているという話をしていきたいと思います。1つ目、あなたが親切にすればあなたに親切が返る。2つ目、誰かを悲しませればあなたに悲しむことが起きる。3つ目、直接戻らず他の誰かから戻る。4つ目、お金はお金を喜ばせる人に集まってくるという、この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。1つ目ですね、あなたが親切にすればあなたに親切が返るということで、これ一番大事と言っても過言ではないです。大体ですね、家族がいたり家庭を持つと、自分の親とか兄弟とかですね、あと配偶者とか子供とか出てくるわけですが、ここで一番油断しちゃいけないのが、自分の身内に対して結構辛辣な態度を取る人が多いっていうことですね。自分が子供の時、親から結構厳しくされると、それに反発するっていうことが当然起きるとは思うんですが、それでもこのまず身内に対して基本的に親切にしていくっていうことを真っ先にやった方がいいかなっていうふうに思います。私はその経営者にコンサルとかやってるんですが、大体社長なんで男の人がやっぱり多いです。そうすると奥様がいて、奥様に対してどういう態度をとってますかっていうのをまず最初に確認するんですね。そうするともうそこがもうすでにずれてたりする人が多いです。なのでうまくいかないと。つまり四六時中家にいて、まがいなりにも結婚した相手に対してこう冷たい態度をずっと取っていると、常に自分が不幸せな状態になります。その相手がですね、つまり配偶者の方が、不幸せな状態になる。でそうするとその不幸せな状態の人と長い時間いることによって自分の運気がどんどん下がっていくんですね。それは自分が発している言動がその配偶者の方に対してであまりにも冷たいからそういう風になってるんで、親切にするっていうことは、やはり相手が喜ぶことをどんどん積み重ねていくっていうことが非常に大事です。これ男の人が見てることが実は多いってことも知ってるんですが、奥様に対してその美味しいものを食べさせてあげるとか、家事を手伝うとかですね、買い物に付き合うとか、いろいろ親切にする手法はいっぱいあると思うのと、あとだいぶ不親切にして時間が経ってると、なかなかその今更戻せるか戻れるかっていうのはあるとは思うんですが、ここの起点がずれているとずっと自分が運を落としてる状態になるんで、ここ本当に気をつけなきゃいけないかなっていうところです。で2つ目のテーマ、同じような話になるんですけど、誰かを悲しませればあなたに悲しむことが起きるんですね。このテーマ因果応報なので、例えばさっき言ったように家庭の中で何か配偶者とか子供とか親に対してすごいこういう辛辣な言葉を放ったりすると、もうすでに自分が働いていた場合ですね、会社に行ってで上司からめちゃめちゃ怒られたりすることが起きるわけです。直接自分が対応した人から戻ってくるわけではなく、全く別の誰かから自分が悲しむことが起きるので、ここ本当に気をつけないとさらに泥沼に入っていくわけですね。自分が家族に対して、冷たい言動をして、それに対することが他の上司からとか先輩から起きた時に、自分の態度は今度こう変わるわけですね。あのクソ上司とかあの先輩ひでえふざけんなみたいなのになった時に、またさらに運勢が下がっていくわけですね。大抵の人はここの時点でどんどん、孤立した子になっていきます。なのでそうではなく、常に自分は親切だしスピーディーだし、率先して周りの人を助けるっていうことがかなり大事かなと思います。コインの話と本当にまたかけ離れていて、この動画を見るべきなのかっていうふうに思うかもしれないんですが、前回前々回の動画でもお話ししたんですけど、お金儲けっていうのはお金の器が決まっていて、その器からこぼれるお金は絶対に入ってこないようになってます。よく宝くじが当たって最後借金まみれになってなくなってしまうっていうのは、お金の器がないところにお金が降ってきて、それでそのお金をうまく活用できないがためにどんどん不幸になっていってしまうんですね。お金を貸したけど返ってこないとかって言って、
なんか貸してあげたのに返ってこないって言って自ら不幸になっていくわけですよね。で、何かを買ったけど全然詐欺だったとかっていう風になって、これもまた不幸になっていく。宝くじが当たったこと自体は幸福だったのかもしれないけど、お金の器がないんで、そこからどんどん貧乏になって最後破産していくみたいなことが起きるのはそのためです。3つ目のテーマですね。直接戻らず他の誰かから戻るっていう話です。これも再三今言ってきたんですけど、自分が言動を放った相手から戻ってくるっていうことは起きれば逆にラッキーですよね。自分が冷たくしたら冷たく、相手が冷たくしてくれば自分に原因があったんだってすぐわかるからなんですけど、その人が飲み込んでしまって当たり障りなく過ごしてるけど、だんだん距離を置いていっていくみたいなことをし始めると、明らかに自分が間違っていたことに気づかなかったりするんですね。なので他の誰かから必ず戻ってくるんで、自分の調子が悪い、運勢が落ちてるなっていうふうに思った時に必ず気をつけなきゃいけないのは、自分の普段の言動が何をやってるかっていうのを確認していった方がいいなっていうふうに思います。で、4つ目ですね。お金はお金を喜ばせる人に集まってくるっていうことです。これ私が教えてるその生徒さんとかクライアントに言ってるんですけど、何かちょっとでも儲かったら家族のため、配偶者のためとか子供のために何か美味しいものを買ってあげたり、何か欲しいものを買ってあげたり、今ちょっと旅行とか行くのなかなか厳しいと思うんですけど、旅行に連れてったりすることをやった方がいいと。お金はお金を喜ばせるために使う人のところに戻ってくるので、儲かったら例えば寄付をするっていうことでもいいですし、儲かったらまず自分の好きな人に対して、そのお金を使って喜ばせることをやっていくと。ですからお金っていうのはお金を喜ばせれば喜ばせるほど戻ってくるので、そのように使うのがいいっていうのがこの4番目のことです。実際私はここでコインの話をすると、コインが売れてしまうとまた日本円に戻ってしまうんですね。日本円は今新型コロナが流行ってもうバシバシ印刷されていると。世界中で印刷されているがためにお金の価値がどんどん下がっている。どんどん下がってるんで、金の地金を買ったり、モダンコイン、記念コインを買ったり、アンティーコインを買ったりしています。なので私の場合は、その自分ではなかなか海外で買えない人、オークションで買えない人、あと忙しすぎてコインを選ぶ暇がない人のために、コインを集めてるっていう側面もあるんで、そのように他の誰かに役に立つようにお金を使っていくと、それはまたお金になって戻ってくるっていう法則があるので、このお金の使い方っていうのもぜひ気をつけて意識してやっていただければというふうに思います。ここでもう一回まとめに入るんですけど、一つ目の自分が親切にしないと親切になって返ってこないんですね。例えば上司から何か言われた時に、それがちょっといまいちなことだったとしても、上司もそれをやらざるを得ない状況が多々あります。なので上司が喜ぶ内容を返してあげればいいんですね。そうすると上司が喜び、そのまた上司が喜ぶっていうような形になってくるんで、ここでお金の流れっていうのが一つ出来上がるっていう風になってます。で、二つ目のテーマ、誰かを悲しませると自分に悲しいことが起きるっていう風になってるんで、先ほど言ったように、特に家族に対してその辛辣なことを取らない、やらないっていうことを真っ先にやることを心の底からお勧めします。僕のクライアントの中でもやはり、奥様との関係が非常に悪い人が、いたんですけど、やはり業績がですね、会社の業績がどんどん下がっていってしまった。なのでそこをかなり指摘したんですけど、治らなかったんで、それはしょうがないとは思うんですけど、やはりまず自分が朝起きて一番最初に会う人がその人だったりした時に、その人がこれからの人生ずっと幸せでいれるように気を配ってやっていくっていうことが、この因果応報の一番のポイントだというふうに思います。で、3つ目の直接戻らず他の誰かから戻ってくるんですね。いいことをしてもその人からいいことが別に戻ってくるわけではなく、他の人からいい情報が入ってきたり、いい人を紹介してもらえたりするんで、このように何か下心があってとか打算があっていいことをして誰かからいいことが返ってくるといいなっていうようなことではなく、純粋に自分がみんなにとって役に立つ人間になるって決めてやってった方がいいと思います。ここでもう一回コインの話をすると、私がなぜ海外のディーラーさんから信頼があっていろんな情報が集まってくるかというと、本当に即決なんですね。それ欲しいっていくらって言って、1枚で送ってもらってもしょうがないからもっと買うからみたいなのだし、相手に対してもっとこういうのを集めてくれっていうことも言ってるし、ですから自分が儲かるような話
ではなく、やはり相手を設けさせてあげるっていうことが重要だというふうに思います。まあ、4つ目のテーマは、お金はお金を喜ばせる人に集まってくるんで、その周りのディーラーさんであったり、クライアントであったり、生徒さんであったりに、本当にうまくいくためのことをちゃんと伝えていくと、お金は集まってくるような状況になっています。ちょっとなかなかコインの話とねずれてて興味がないって思う方もいるかもしれないんですが、この法則ですね、心理的な内容っていうのはなかなか本当のことをまず知ってる人がいないんですね。で、できてる人もほとんどいないから、なかなか情報が落ちてないです。じゃあ石山さんに習いたいってもし来たとしても、私忙しすぎて今新規のクライアントとかも取ってないんで、なおさらこうシークレットな情報になってるわけですね。まあ、なのでこの YouTube を使って、まあ、これからどういうふうにすれば、人生がうまくいく、まあ、お金も入ってくるし人間関係も良くなるし健康にもなるしっていうことを発信していくんで、ぜひまた見ていただければと思います。今日の動画がぜひ、役に立った、参考になった、自分もやれるっていう人はぜひいいねですね、高評価をつけていただければと思います。まあ、あとコメントですね、言ってることがいまいちわからなければ質問にしていただいてもいいですし、早速やってみたらうまくいったっていうことをコメントでもらってもいいですし、ぜひ積極的に書いていただければと思います。で、まだチャンネル登録されていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。今日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。